はようございます。おはようございます。はじめに自己紹介お願いします。はい、はじめまして、ワンキャリア21卒社会人3年目の神田直人と申します。今コンサルティングセールス事業部で法人営業をしておりまして、大手企業様からスタートアップまで幅広い企業様の採用支援をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神田さん、今日の1日の流れを教えてください。はい、今日はちょっとミーティングが多い日になっておりまして、社内ミーティングがいくつかと、お客様とのアポイントだったりとか、上司とのワンワンだったり、今見てるメンバーとのワンワンがあるような1日となっております。なるほど。時間結構大忙しの1日っていう感じですね。そうですね、はい。ちょっとこの後はセールスチームでミーティングがあるので、それに行ってきます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今週も読み替え始めていければと思いますが、じゃあまず最初に成田さんから給仕お願いします。あ、そうっすね。じゃあちょっと今週のみんなのトピック共有みたいなところでお願いいたします。ここやりきりましょうというところで、今週もよろしくお願いします。お願いします。今どんなこと話したんですか？ありがとうございます。今はですね、私が所属しているチームの売上の進捗確認だったりとか、その週の注力のアクションの確認をするような週次のミーティングをしておりました。どうでしたか？そうですね、結構今が頑張り時かなと思うのでチームの士気も上げて頑張っていきたいなと思います。神田さん、この後は何があるんですか？はい、この後は上司と CD タイムって言って、私のキャリアについて上司と話す時間を取っています。で、最近どうなんですか？最近ですか？最近はマジマネジメント向いてないなって思ってました。苦戦している。はい、らしさも出せてるのかなっていうのはめっちゃこう気になるし、シンプルになんか苦手なことをこうやってるからこう跳ねないみたいな感じが結構最近は。なるほどね。はい、なんか将来やりたいのから逆算して、今やってることがつながってないとかも思ってないので、そこはなんかこう今こう頑張った先に多分なりたいのは多分あるはずって思えてるからなんかやってるんですけど、ただなんか理想と現実なって思ってます。じゃあ成田さんから見た神田さんってどういう人ですか？まあ、神田は一言で言うと人たらしかなというふうに思ってて、はい、でそれをなんか実感することがなんか直近で2つあったなと思ってます。1つ目はやっぱりお客さんから愛されるんですかね。神田さんだからこそ発注しますみたいなところを多分言われることも結構多くて、それだけ顧客に愛される営業っていうところは素晴らしいと思ってます。でもう一つは、会社内ではなんか経営陣から若手までなんかすごい飲みにも行きますし、社内でもすごいコミュニケーション取ってるうちの一人かなというふうに思うので、それだけ人を垂らすというか愛される人材かなというふうには思っております。じゃあ逆にここ伸びしろだなって思うところってありますか？一度自分の時間軸を伸ばす上でもですし、自分の思考を整理する上でも一度立ち止まって考えるっていうことは必要だなというふうに思ったので、そこは今後の伸びしろポイントなのかなというふうには思ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。次は何の会議があるんですか？次はすぐこのままなんですけど、週に1回の全社会って言って全社員が参加するミーティングがあるのですぐ参加してきます。全社会はどんな会議なんですか？今事業も伸びてて組織もすごく伸びてる状況なので、組織が大きくなっていっても部門を超えて全体感を持ってこう事業に向かえるように、こういった定例の場を設けています。なるほど。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。終わりましたか？あ、はい、今終わりました。お疲れ様です。次は何があるんですか？次はもうお昼なので、もう同期とランチに行きます。今日は何食べるんですか？今日はですね、会社の近くのガパを食べに行きます。じゃあ早速ご飯行きましょう。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。たちは、あ、これは同期2人です。あ、今からこの後ご飯に一緒に行く方ですね。はい、3人でランチに行きます。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。普段結構休みの日とかは遊びに行ったりとか、旅行行ったりバーベキューしたりとか、結構同期で遊んでます。いただきます。いただきます。
ガバ。全部食べたガバを合体。そっか、うん。実際に働いてみて楽しいですか？仕事。すごい楽しいです。大変なことも結構多いですか？あ、それはまあまあ。スタートアップなので。でも楽しい。楽しいです。はい、なるほど。じゃあこの後もお仕事頑張ってください。ありがとうございます。ご飯美味しかったですね。あ、美味しかったです。午後はこの後何があるんですか？この後お客様とお打ち合わせがあるので、ちょっとその準備をしてきます。今の商談どうでしたか？あ、ありがとうございます。今はご新規の企業様とのお打ち合わせではあったんですけれども、結構前向きにこうご検討いただいているところではあったので、ちょっとここからいい契約につながるようにしっかり追いかけていきます。あ、お世話になっております。よろしくお願いいたします。すいません、お時間いただいてありがとうございます。結構今忙しいですよね。あ、そうですよね。いや、先日のイベントの方もありがとうございました。普段は何社ぐらい担当されてるんですか？普段はだいたい50社ぐらい担当させてもらってます。50社って多い方なんですか？あ、もともと100社ぐらい担当させていただいてたので、だいぶ減らした方にはなっています。というのも今マネージャーにチャレンジ中なので、どちらかというとその組織にの目を向ける時間を増やしたいなと思って、ちょっと意図的に担当者数を減らしているっていう感じです。なるほど。じゃあ普段は割とその、はい、お打ち合わせとかそういう営業系のお仕事をしていることが多いって感じなんですね。そうですね、はい、そことメンバーのマネジメントと二軸でやってます。なるほど、はい。神田さん、今から何があるんですか？今から私が所属しているチームのマネージャー陣のミーティングがあります。どういうこと話すんですか？チーム全体の売上だったりとか、組織の進捗確認だったりをする場です。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。神田さん、今から何があるんですか？あ、今からですね、私が見てるメンバーとの個別のワンオンワンというか案件相談をします。中村音葉ちゃんです。お願いします。お願いします。今日は何話すんですか、2人で？私がいつも案件相談とか、なんかこう今日あった出来事とか話してるっていう感じですね。なるほど。今日 A 社なんですけど、木曜日に訪問行くんですけど、序盤どう入ったらいいかなっていうところと、まあ、採用したいが目的なのに、なんかとりあえず数みたいな感じになってて、ぶどまりどうなんだろうとかもちょっと今聞いてる限りだと分かんなかったけど、明日のあれだね、チームの歓迎会の場所渋谷にします。場所そう、どうしようかなって思って。神田さんってどんな人ですか？めっちゃ優しいお姉さんっていう感じですね。仕事面でもプライベート面でも1個しか年違わないんですけど、ほんとお姉ちゃんみたいな方で頼ってます。どういう時に優しいなって感じるとかってありますか？頼れるなとか。絶対神田さんの方が忙しいのに、私が質問したらどうしたってすぐ時間使ってくれるところとか、めっちゃ遠いはずなのに一緒に同行ついてきてくれたりとかするのはすっごい優しいなって本当に思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はこれでも終わりですか？はい、終わりです。今日はどんな一日でしたか？そうですね、今日はいつもよりもちょっとミーティングが多い一日ではあったんですけど、改めてこう、まあ、前者だったりとか事業部の現状の目線合わせをしたことで、今後どうしていくべきかっていう部分が整理できたいい一日だったんじゃないかなと思います。じゃあ視聴者は学生が多いので、見てる学生に一言お願いします。はい、多分就活してたらすごく悩むことも多いと思うんですけど、私自身ワンキルに入ってからもう就活当時は想像もしてなかったような自分に出会えて、今すごく楽しく働けてます。なのでこの動画を見てワンキャリアのことを少しでもいいなと思ってくれた方は、ぜひお話聞きに来てみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ここでシュンダイリーからの就活応援キャンペーン、限定で皆さんの ES を無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人4ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしい ES を送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。